マジ？え？マジ？ちょっと待って。マジ？出します。んーしゅっ。あれ、覚えとこう。オレンジ、青。もうドア閉めか。渋いね。じゃあ、青、黄。初見の方、未プレイの方、よくわかんない方、ぜひね、どんどんコメントお願いします。初見に優しい配信を目指しましょう。新規を歓迎していこう。青木でしょ。青木でしょ。うん。おい、ここ。ここ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 。黄、白、緑。ミート解除、ミート解除。はい。はい。あ、もう二人死んでんだ。アドミンで、はい、右のカードリーダーで、はい、寺蔵さんかな？で、ごめんなさい、私、アドミンのあれ見てて、解除したらいたんで、ちょっと、もっと前からいたかもしれないそうですか。えっとですね、停電になる直前に、ストレージでアドミンに向かう寺蔵さんと僕すれ違ってて、で、エレクトリカル直したの僕です。うん。なので、ストレージで閉じ込められてきた、砂ザメさんを見かけてるんですけど、どちらからいらっしゃってます？エレクトリカルからですね。あのスナパイ・ナイトメアが2人で配電盤直してるのを見て U ターンしてストレージの給油行って、で、あの後ろのドアがストレージエレクトリカルへのドアが閉まったから、スナパイさんがナイトメアさんが死んでないかなと思って U ターンしてエレクトリカルに行こうとしたところで B です。 OK です。あ、ゲンです。私サントスさんの少し後ろに直前に実はいたんですね。で、私もあの端末のちょっと右側にいたところでレポートが光った段階でサントスさんに先に押されたっていう時系列です。でサントスさんは私が後ろにいたのは気づかれました。あ、なんか押す瞬間に後ろから来たのは見たんで、多分後ろか、はい、なんか後ろから来たんで多分ゲンさん無理だなってして、サントスさんはシールドストレージアドミンっていう順番で入りました。あ、おっしゃる通りです。センターさんとストレージのところですれ違った経過ありますか？おっしゃる通りです。ゲンさんがね、停電直後にアドミンの廊下をカフェテリアの方、はい、ストレージからカフェテリアに通るのを見てるんですが、なぜサントスさんの後ろにいるのでしょうか？私さんカフェテリアに閉じ込められたんですね。ってことは下に死体があるんじゃないかと思ったので下に見に行きました。これまた情報なんですが、初手メッドベイに行った人が僕含めて3人いまして、はい、ねえゲンさん、はい、私とスナッパーイさんと、あとクロムさんだ、死んだクロムさんですよ。はい、だからゲンさん怪しいじゃないですか。まあ、スナッパーイさんも怪しいですけどね、その理屈なら。僕が先に出ているのを2人とも見ているはずです。ゲンさんはストレージ行ってカフェテリア行ってカフェテリア閉まってストレージ行って、そこからサントスさんの後ろからアドミンに入ったということですか？違います、違います。私は、初手メドベイに行き、ロア、アッパーエンジンに行き、カフェテリアに戻った段階でドアが閉まってます。これゲンさんはアドミン上から上に行ってたじゃん、ストレージ方向から。もう一回話してもいいかもしれませんね。一回話してもいいし、ゲンさんとスナパイさんに押してほしいですね、ボタン。二人で連打してほしいです、会議ボタンを。やろう。喋るの気をつけてね。はい、インサンストレージから上に上がってたはず。てか行動がそれですら不審だし、僕と話がすれ違ってるのが謎。死んだのはスナパイさん。じゃあ原さんで。じゃあ原さんですね。原さんで。はい。はい。クロムさん。ローラーしなく済んだので。うん。いやあ、ボタンも。3K全部私なんで。頑張ってください。
うん、っていうと、クロミさん殺しが原産になるのかな。いや、全部私です。両方じゃない。初手で多分クロムさん殺して、その後、はいはいはい、その僕との意見の食い違いの時に、はい、だから全部私なんで、もう一郎はアリバイ完璧なので勝てると思います。頑張ってください。寺堂さんの期待値ってどこでしたっけ。一切にアドミン、アドミン、はい。クロムさんはメッドベイで多分最速で死んでる。なるほど。で、あと一郎か。そういうことか。まあ分かんないですね。あの一応相方が生きる、できるのかな。できますよ。時間的には一応できますけど、まあでも可能性として相方が寺蔵さん殺した可能性も、まあもちろんゼロではないかな。なんか私は時間軸的にギリ寺蔵さん相方がいけたのかなって見えなくもないですけど。あれ、寺蔵さんの最終目的ってもう一回聞いてもいいですか。サントスさんの、アドミに入るまでのその原産とのその交わったタイミングと順番を教えてほしいです。1位。あ、交わったのは最後の最後で、私ウェポン O2 シールズストレージアドミンの順で入って、うん、アドミンに入って1回見て、あ、レポート光ったなと思って、あので、右見て、あ、右に下あると思って押す瞬間に後ろから入ってきたみたいな感じなんで、どっから入ってきたかわかんないですか。上と下とどっから入ってきたかわかんない、うん、あ、まあでもできるか、ごめんなさい、今もできる可能性もありますね。失礼しました。あと白い位置を洗っていけばいいと思う。右側にアベレージさんとサントスさんと、あともう一人いたと思うんだよね。シールドあたりで。これ魚。魚さんか。ちゃんとすれ違ってる。アベレージさん合ってます。魚さん初手右見ました。サントスさん視点アベレージさん見えました。右行くとき、そのストレージの方向に。黄色。まあ3キルとも私なので大丈夫です。皆さん。めっちゃ変わってるもん。ノイズを残して。ゲンさん、やらしいな、もう。うん、まあ、一郎は連れてるから、これ4キルしなきゃいけないからね。大丈夫そう、ちょっと大丈夫そうね。潔の良い。潔の良い弦。砂亀さんが最終目撃情報を洗おうとしたのが、よくわかんないで、変異してんじゃねえなと思っちゃったな。きちゃ緑、きちゃない緑とかよ、きちゃない緑。寺戸さんアドミンで死んでるの確実なんだから、で犯行もアドミンでしょ。最終目撃情報を聞いたんだ。それにかぶせて僕白位置洗った方がいいって話したけど。大好きなんだね。茶色いない。緑。探した方がいいな、助けより。おさんはいる。あと今4人死んでるから、あと2人か。1人死んでるっぽいな。直してもいいな、これ。直せばよかった。つか、犯人絞れるね。死なないでくれ、とりあえず。生き残ってる方が犯人だね。していいね。あ、間に合った。ありがとうございます。はい、黄色、赤、茶、緑は犯行不可能なんです。斜めさんです。はい、終わり。はい。え、そうなんの？結構3人、はい、3人っていうか、みんなでリアクター直してて、で僕カメラで砂ザメさんが右側いるのも確認してました。はい、砂ザメさんが昨日のかぶせるように僕は言ったんですけど、寺蔵さんが
アドミンで死んでいて、なおかつゲンさんが、かなり有力な状況の中で最終位置を、じゃあ最終目撃情報を聞いたのが、もう犯人だなと思ってて、ごめんなさい。はい、であれば、私が今疑わしいんで、私の弁明時間にさせてもらっていいですか？どうぞ。はい。まあ、多分リアクターがずっと鳴り続けるだろうなと思ったんで、私が先に右側の仕事を終わらせようとしました。で、どっかのタイミングで、私仕事終わったんでリアクター直す係になります。右側終わってない人どうぞみたいな立ち回りをしようかなって考えてて、で、万が一私が右で殺されたら、絶対左で浮いてる人が私以外にもう一人いると思うんで、別に殺されてもそれはそれでいいかなっていうふうに思ってました。で、右側のタスクが全部終わって、ストレージの配電盤やって、アドミンやったら右側全部終わりだなと思ってアドミンに入ったら、ナイトメアさんの死体がありました。でも本当にこれが全てです。アドミンは絶対無理です。うん、無理ですね。僕ら閉じ込められてて、右側はほとんど行けなかったんで、うん。無理ですね。あとリアクターずっと鳴ってるのも、もう右で犯行行われてるだろうなと思ったから、僕とアベレージさん多分ボタンを押すとした瞬間に発見されたので、うんうん。なくて。わかりました。あ、じゃあ一応、これだけ残しておきます。私つっても、ゲームが続くんで、この30秒間で考えてください。できる人がいなかったか。本当それだけです。私は今日釣られます。で、ゲーム続くんで、4人の中で本当にアドミンに行けなかったかっていう人だけを今必死に考えてください。皆さん4人の中で。かなさん、サントさんどうですか？考えてください。とにかく考えてください。さくらさんは無理。さくらさんエレクトリカル入ってくる。ゲームは続くんで考えてください。私自分に入れます。じゃあエレクトリカルいたね。私が白いあれ。ゲームは続くんで。もし人狼でこれ必死に考えてください。必死に考えて、マジで本当にいなかったか、アドミンに。マジでごめん。どっち？マジ？え？マジ？ちょっと待って。マジ？え、待って。え、ちょっと、あれ、え、マジ？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 え、待って。マジ？え、マジ？マジ？マジ？あれ、嘘。ガチ？スーパーマン死んしてたわ。あれ、え、マジ？洗うか。ちょっと待って。え、嘘？嘘だ。え、マジで？え、ごめん、マジでごめん、すなざめさんごめん。いや、よかったよかった、いや、ごめんなさい、すなざめさん。え、マジで？もう。え？感想戦入ってた。そうですね、一旦話をまとめた方が絶対いいと思ってて。アベレージさんがセキュリティ見てた時間って、ナビゲーションですなざめさん見たんですか？そうですね、歩いてるの見て、で、ほとんど結構みんな一緒にいたんで、まあ状況的に砂ザメさんかなって思っちゃって。なんか私視点は全然知らないですけども、センタンさんとアベレージさんの2人の意見が噛み合ってたから、あんまり疑わなかったって感じなので、なんか私視点が魚さんはエレクトリカル入ってるから、どっちかがどっちの意見に合わせた黒なのかなって見えてますけど、でもそんな黒要素じゃないです。わかんないです。へー、なんか僕の中ですごいセンタンさんが白目に見えてて、カフェテリアに一緒に押しに行ったのも結構一緒のタイミングだったんで、白だったらその行動したらいいのかなって感じで、するきっかけの話の開始はセンタンさん来てなんですよね。いや、カフェテリアにボタン押しに行くっていうのはどのタイミングでのことを言ったんですか？最後直前最後です。もう砂染さんが押すほぼ同時ですね。砂染さんが砂染さんが処刑された時にの話ですか？ああ、そうですね。ああ、なるほど、なるほど。なんで僕、だから多分あれだよね、3人でリアクター直したタイミングがあったと思うんだよね、一回。うんうん。その時だろうな、だから。どっちだっけ？でも、私全部言った気がする。会計書の気がするけど。ああ、どっちだ？これ、入れないとやばいですよね。入れてやばい。やべえ、マジか、ちょっと。待って、わかんない。そんな慌てて入れる必要ある？俺だって原産で絶対落ちているから、4の1だから、だから絶対に、どっちかっていうと、もうタスクって多分やらない方が俺いいと思ってて、もう死体を、
4人になってこれ今日処刑者になったらもう死体を探し動くムーブをしなきゃいけないって感じだと思ってます。そんな慌てて入れる必要ないと思ってるけど。おお怖っ、やべえ、この中にインポスター絶対いるじゃん。誰だよ、入れたの。わかんねえ。僕とアベレージさん入れたの。はい、私スキップです。私スキップです。サントスさん白い。魚さん信じます。うん、めっちゃ。嘘だろ。嘘だろ、ちょっと待てよ。慣れちゃダメなんだよな。いや、マジか。いやマジにスーパー満身してたわ。満身王先端恐怖症。みんなで動こうぜ。エレクトリカ行こうぜ。エレクトリカルチームスーパー満身王、スーパー思考ロック、スーパー満身王やっちゃった。いやマジか、え、砂田さんじゃないの。砂田さんじゃん。いや、いやマジか、いやわからん。ここでセンターさん殺すか、うまいな。いや待って、右に抜けていった人か誰。僕がエレクトリカルの、奥の方の作業をしようと思った瞬間に点で停電になりました。え、で、アベレージさん右の方に行こうとした。はい、はい、行きました。あ、ありがとうございます。じゃあ魚さんか。ですよね。まあ、え、いや俺じゃない、俺じゃない。俺停電してて、リポートが鳴ったから連打したんだけど、はい、さすがにわかるでしょ。あ、じゃあ魚さん配電盤前ってことですよね。あ、俺ね、まあ多分、サントスさんもアベレージさんも全員認識してると思うんだけど、もう離れたくなかったから、はい、ずっと一緒にいたじゃん、ロアエンジンから。あ、ごめんなさい。エレクトリカルの方に行くところまで。ガチで満身してた。多分、先端さんが配電盤だと思うんですけど、マジか。あ、ごめんなさい。サントスさんと魚さんってどっちの方が配電盤近かったですか、うん、私の方が若干と、私、配電盤より右斜め下に行って、右上抜ける人が見えていったんですよ。で、色が分かんなかったんですけど、アベレージさんが右上の奥のタスク屋に行ったっつったんで、アベレージさん無理なんで、私視点、消去法で魚さんっていうふうに見えてます。まあ、そうなりますよね。俺、サントス、俺ね、正確な位置、配電盤の下あたりだけど、その、うん、停電中だから正確な位置あんまり把握できてなくて。なんか、さっきのところで、票を最後まで絞んなくていいんじゃないっていう発言もあったんで、僕今回ちょっと魚さんで入れたいと思います。うん、あ、マジか、そうなると僕はアベリさんに入れざるを得ないんだよな。アベリさん白く見えてるんだよな、右にいて一緒に結構いたからさ。俺は先般恐怖症、満身恐怖症、間違いねえ。私、もう、だって見えてる視点と話で、私は決まってたんで待つだけです、坂野さん。私は坂野さんに言います。あ、マジか、俺インポスターじゃない、ごめん。負けた。申し訳ない。あ、怖い。いやー、ごめんなさい、負けた。はい、アベリさん、大丈夫。アベリさん、大丈夫。大丈夫。子供を悟すように。やったー、砂添さん、ごめん、マジか。あ、いえ。いや、ごめんなさい、砂添さん、本当に。いや、さん、申し訳ない。全然、坂野さん、うまかった。おい、もんな、このゲームは。いや、これ、マジか。これ、すごかったなー。あれ、坂野さん、どうやってその3人の目をかいくぐって。そう、ナイトミアさんですよね、殺したの。相当前に死んでるんだって、見つかる。そういうことか。アドミンでね、そう、一瞬見て、ウェポンに多分砂ザメさんがいたと思うんですけど、砂ザメさんがいたの確認して、そこでやって、はい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 、で、メドベイ移動して、先端とちょっと移動、あって。ってことは、スキンしてた時か。ってことは、その日の一番最初のリアクターが鳴る前ってことか。初っ端なんですね。鳴ってる最中ぐらいかな、多分。そうそう、だから結構右にゲンさんが寄せてくれてたから、もう右にいる人を、左か。で、右にいる人をやってこうと思って、ちょうどナイトメアさんがアドミンに入ってきたから、そこでやった。アベレージさんとちょうどストレージのゴミ捨て場で一緒になって、なりましたリアクターが鳴って、上に僕抜けたタイミングでアドミンで殺されてるんだって。じゃあもう、その時は、なるほど。死んでる。いや、うまい。ゲンさん、今日あげた動画と完全に味しめてるやつじゃないですか。強いやつ。まあ、
まあ強い戦法は何回でも。いやでもね、原作にめちゃくちゃ申し訳ないですけど、あの、はい、俺実は初手、ナビゲーションで弁当ずっと見て潜んでて、停電になった瞬間に弁当からパッと出てきて、はい、アベレージさんとサントスさんの後ろをついてたんですけど、これやべえバレてたら終わるじゃんと思って。はい。はいはいはい、ドキドキしたんで、だから結構空いてるの見られてなかったからよかった今回魚さんはなんか慎重でしたよね。いつももっとキルされるイメージがあったのでえ、じゃあ2キル初手2キルは